はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使、信長プレイ続きをプレイしていきたいと思います。で、前回毛利攻めを行っていてですね、毛利領の大半を平らげつつ、平らげつつあるんですが、今回はその続きになります。もうさらにね、毛利を圧迫して、できればもう中国地方本土からは追い落としをかけていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。で、前回取った城にはですね、すでに武将を配置して歩兵もかけているので、追加での派兵も可能です。まあ、ただ、少しばかりね、兵糧が、消耗が激しくなっているので、追加で派兵するには、もうちょっとね、必要になってくるお金があるかなと思うんですが、信長がついに関白に上り詰めたか。関白信長、信長はその三色どうするかみたいなね話で、保留してる間に本能寺で倒れてしまいましたからね。じゃあ続いて信長ですが、このまま周防高森城の攻略に向かわせますか。ここで毛利高元軍と、これを見る限り戦場の上限が1万4000で兵数が4万2000、毛利軍ですね。そうなるとどうなんだろうな。普通に戦うと負ける可能性があるんで、できれば違うところに戦場を設定したい気がするんだけどな。どこを戦場に設定するかですね。どうしようかね。まず戦場を設定する上では相手よりも早くたどり着く必要があるので、一旦でも兵を進めるだけ進めてみるか。で、明智光秀の3万のどうだろう、雫城、この方に高本軍が来るんであれば周防の方に兵を進められるしな。で、毛利軍は無条件でこう交渉したいって言ってくるの、これはちょっとありえないな。まあ結局のところせめてね、城を一つよこしてくれないと。とはいえ今どこにね結局向かおうかっていう話があるからな。どうしよう、ここはまあいずれにしても拒否は拒否なんだけど、よし、これは信長軍はこのまま周防に進めましょう。兵を進め。虎政が死んだか。まだ死にとうない。でちょっとさっきね話の途中になっていた三色水人の話なんですけど、太政大臣か関白か征夷大将軍かどれか選んでいいよって信長が言われたものの、それを保留して、まあ、事実上いらないよって言ったようなもんだとは思うんですが、まあ、もしかしたらね本当に悩んでいたのかもしれないんですけど、出陣する。そんな保留にしてる間に取り囲め、本能寺の変で信長は光秀に撃たれてしまいましたからね。さあここは毛利高元軍と合戦に及びましょう。我が力お見せしましょう。ここも無陣形でいいかな、まあ、無陣形にしておくと特段得られる恩恵はないんですが、鉄砲隊なんでね横に並べて鉄砲を打ちかけるっていう作戦で十分に勝てるかなとは思っています。下手にね動くよりはもう敵を迎え撃つっていう方がいいのかなっていう気もしてますからね。鉄砲の射程がねうまくはまるところに陣を張るというか迎え撃たないと結構ひどい目に遭いますからね。ご命令を。いざ進まん。ご命令ください。始めるぞ。
ご命令。ご命令ください。ゲチ。ご命令。ここまで兵を進められると全然違うんだけどな。結局難しいよね。どこに誰をどう配置するかっていうのが。ご命令。始めるぞ。ゲッチ。始めるぞ。ご命令を。こんだけね、山が入り組んでると、ちょっと鉄砲隊の利点というか動きも封じられてしまう感じがあるかな。この策で勝てるはずだぜ。この策で勝てるはずだぜ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟してもらおう。敵の居所知れました。お、やっぱりこの谷を進んでくるな。谷を進んでくる部隊は鉄砲で打ちかけやすいんですよね。ただ一体早掛けしてきてる部隊がいるな。宗春か、邪魔くさいな。始めるぜ。ここはご覧くだされ。ご覧くだされ。取られるわけにはいかないので鉄砲をすかさず打ちかけていきましょう。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令を。いざ進まん。切り込め。油断大敵だぜ。敵の、よし、とりあえず陣は思い切ってるね。宗春の分をまずは撤退に追い込みたいからな、早々に。ご命令を。覚悟せよ。この策で勝てるはずだぜ。我が策、ご覧くだされ。この策で出し抜いてくれよ。覚悟しろ。策のある者がいるようです。ご命令を。覚悟しろ。我が策、ご覧ください。敵の居所知れました。やりたい、前へ。一旦引くぞ。まずは三菱の鉄砲隊の餌食になってくれたな。あとは宗春ですね。宗春が強いんで、宗春をできるだけ早い段階で倒しておきたいんだよな。これが我が策にございます。我が策、お聞きくだされ。時には大胆に。完全に鉄砲が有利なゲームにはなってきてますからね、合戦の使用上。策のある者がいるようです。命令してくれ。さあ、じゃあ清水宗春、とどめを刺しに行きましょう。倒してみせよ。我が策、ご覧ください。この策で出し抜いてくれよ。ちょっと突撃と間違っちゃったけど、まあ問題ないでしょう。ここまで来ればご覧ください。時には大胆に攻め込まねばな。大久保隊がちょっとピンチになってるな。攻め込まねばな。今は引くぞ。まあそれでもこのまま押し切れるでしょう。まあ鉄砲隊の強さが際立つゲームになってきてますね。中央上片付けない。あとは兵糧だな、心配なのが。で、北条軍と伊達軍で
どっちが勝つか。北条軍が勝つか。北条軍もちょっとね、これ以上大きくなられても困るんでね。大友軍が毛利に先制か。まあ、もはや関白にまでなりましたからね。心中を迫りたいぐらいだけど。行くぞ。出陣する。行きます。出陣する。まだ次の米の収穫まで半年あるからな。半年ちょっと持たないんですよね。どう見ても1ヶ月で5万消耗するので、今見ていただいた通り、あと2ヶ月しか持たない。2ヶ月の間にできれば清末、山口館、徳山城、この3つを落として、中国地方の毛利を、中国地方の毛利じゃなくしちゃいましょう。一人たりとも逃すな。そしたらどうする？信長軍は一度もう開閉しちゃおう。戻るぞ。残りは光秀の軍勢で十分対処できるでしょう。報告いたします。信玄が死亡フラグが立ちましたね。今先月の収支でございます。これより表情を行う。気に入った。これで表情を終える。さて豊作、何かいいのあるかな。刀狩り一気の発生率、これはやっておきたい。一気が発生すると歩兵がかけられなくなっちゃいますからね。あとは鉄砲割引、鉄砲購入費用減少か。これも嬉しいですね。やりましょう。まあ、今はそうは言っても欲しいのはお米なんですが。ありがとうございました。攻めるぞ。たわいもないものだ。行きます。進め。早いな。信玄が死病にかかってから死ぬまで1ヶ月。報告いたします。できれば信玄が存命中に北条に通撃を与えたかったところですね。先月の収支でございます。囲め。攻めるぞ。報告いたします。さあ夏になったので、秋の収穫に向けてというところになると思うんですが、一旦武将の配属をしちゃいましょう。で、武将の配属をした上で、歩兵もかけておけば、
お金が入ってくるタイミング、お米が入ってくるタイミングで再び出兵が可能になりますので、そこで一気にね、生き物を止めにかかりたいと思います。かしこまりました。他武将が入っていないようなところはないよね。大丈夫だよね。だーっと見ましたが、今取った城以外はきっちり武将が入ってますね。石月城にも人を入れていきましょう。まあ、なんといっても武将の数は豊富にいるんで、あとはもう本当に、はい、いかに統率の高い武将をかつ整理整頓した状態で配置できるかですね。もうぐっちゃぐちゃにすると誰がどこにいるか、全然わからなくなっちゃうんで、ちょっとそういう状態にはしたくないなと思って、同じ名前、同じ一門のものは同じ城にできるだけ詰め込むようにはしてるんですよね。かしこまりました。まあそれもね、まあ厳密にっていうわけではないんですが、はもうこの辺りに来ると統率はあまり意識する必要はないので、かしこまりました。名前で相当かけて武将の配置を行っていきましょう。で、歩兵もね、この際やっていきます。かしこまった。かしこまった。どうしても落としたばっかのところの城にはルミンがあんまり入っていないっていうね、デメリットがあるんですが、まあ、そうは言ってももう毛利を倒した後は九州に攻め込まなければいけないという事情もあるので、多少無理してでも歩兵をかけていきましょう。で、周防高森城は今見た限りだと1万の足軽を雇い入れることができたので、周防高森城には、優秀な武将を配属したい。統率で孤高の人間がいれば孤高の人間を配置していきたいけど、どうしようかな。小山田信繁、まああんまりいいイメージがない武将なんで、ちょっと他を探す？長野、いやーちょっと微妙だな。沼田、信綱にする？よし、これでいこう。まあどっちかっていうと剣豪色が強いですけど、まあしょうがないですね。では米を買っていきましょう。今回はありがとうございました。手段は選ばぬ、勝つためなら。では一旦光秀も騎乗させちゃいましょう。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。これで表情を終える。いやー本当に戦国オールスター級の武将が揃ってますからね、信長側には。では武将の配属、山口館に武将を配備していきましょう。
報告いたします。そうすると今の動きを見ていると大友軍が兵を起こしてますよね。大友軍がこのまま行くとどうだろう、毛利を圧する勢いなんで、かつ島津が毛利全域、九州全域を治めつつあるのか、ちょっとビューで各国の状況を見ておきますか。外交ビューですね。まずは島津なんですが、うわ、島津いつの間にか34万とかとんでもない額数になってるな。いやー、これは警戒だな。まあ、大友は知れてるし、毛利も知れてると。で、長宗壁を叩いておかなきゃいけないっていうのと、北条はちょっと伸び悩んでる感じがありますね。で、安東、南部。まあ、やっぱりどう見ても、長宗壁と島津だな、残るは。まあ、まずは、そうは言ってもね、きっちり、毛利軍に対して落とし前をつけましょう。大友との城の奪い合いですね。毛利の城の奪い合い、これに勝利して確実に九州での拠点を得ておきたいので、取引を行いましょう。ありがとうございました。上杉と北条が常に戦ってるイメージあるな。使いの者が来たようです。毛利から交渉、まあ兵糧戦では話にならないので、ここは却下しましょう。行鷹が死亡と。まあ、この辺りもね、存命中に武田信玄、存命中真田幸隆、存命中に北条と開戦したかったところではあるんですが、まあ、今は目の前の毛利をね先に圧しておきたいので、まあしょうがないですね。これで表情を終える。特に実行できるものはないので、このまま進めていきましょう。まあ、あとは山長長宗壁をね、圧迫してくれればこれ以上言うことはないかなってところですね。取り囲め。報告いたします。先月の終始でございます。さあ、山名軍と長宗我部軍、よし、山名が勝つか。まあ信長の精鋭を預けてますからね。さらにこっちでも長宗我部軍に山名が勝利すると、まあ御の字だな、全てが。貴様の部では我らは止められぬ。かたじけない。まあ、どうしても毛利軍のね精鋭武将たちは手に入れたいので、このまま一気に兵を進めていきましょう。包囲せよ。
報告いたします。山名の下でおとなしく浮田直家が働いてますからね。そうなると山名家も強いですよね。さあ竹中半兵衛がひたすらに講話を進めてくるけど、もうあと2つしかいないのでないのでね、毛利側の城はこの2つの城を奪って奪って奪い尽くしましょう。で、いいのや、ここに違う違う、木谷ですよね。取り囲め。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。今回はちょっとみんな微妙だな。8分させよう。8分最高してこい。気に入った。これで表情を終える。精鋭騎馬が入れられるようになりましたね。じゃあ早速入れておきましょう。お、三成が入ってきたか。あとは内騎。かたじけないことです。さあ木谷も取りましたね。これもうあとは中津だけになりました。手を打ちましょう。出陣する。まあ名門毛利も信長の圧倒的な武力の前に我らの勝ちを、勝ち抜きをあげよう。まあ、基本全員登用します。こんだけ武将が増えてくれるとありがたい上に吉川元春、これ統率99に武勇100は大きいですよね。あとは小早川隆景、まあ、この辺りも入ってきてくれればありがたいですね。清水宗春、報告いたします。さあではいよいよですね、北条叩きに行きますか。まあちょっと島津も気にはなるんですが、まずは武将の配属から行っていきましょう。まあ、なんといってもね、前線基地に優秀な武将が加わっているんで、これを加えていきます。まずは吉川元春を入れていこう。ここまでね、家臣団が大きくなると一苦労ではあるんだ。あるものも楽しくもあるからな。中津には高本を入れましょう。毛利信介はちょっと違う毛利なんだけど、まあもう一緒に入れちゃいましょう。
かしこまりました。さあ、これで一通り武将は入れたかな。やりましたね。もっと入ってないところがある。そうだ、ここはね、最後城を取ったままになってましたね。ここはもうはっきり言って何だろう、統率の高い武将にこだわって入れる必要はないので、適当にというとね、語弊がありますが、いや、語弊はない。まさにそのままですね。適当に入れていきましょう。で、どちらかというと、歩兵をしっかり入れておきたいんですよね。この後の、対、島津戦線を睨んで。では一旦情勢を関東に戻しましょう。再び関東の北条をね、これから叩いていかなきゃいけないっていう段階になってきましたからね。まあ言ってももう信長は関白ですからね。報告いたします。先月の収支でございます。さて、そしたらですね、時間もいい時間になりましたので、北条との戦いは次回に持ち越しをさせていただきたいなと思うんですが、どうしようかな、まあ、大友はともかく島津あたりとはちょっと吉見を通じておきますか。承知いたしました、まあ、大友とはこれから戦端を開くにせよだ。そうですね。ではちょっとね、島津とは吉見を通じつつ、まあ、島津が手向かうようであれば島津の攻略も行っていくし、で山名が順調にいけば長宗我部をね、ある程度圧迫してくれそうな気配もあるので、見極めながらプレイの方をやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。